グドルーン・エンスリングドルーン・エンスリンは、西ドイツのテロリスト、ドイツ赤軍の創設者、指導者の一人、四人の死者を出した五つの爆弾テロに関与したことによって1972年に逮捕された。シュトットガルトのシュタムハイム刑務所内において死亡。法医学者は、彼女の死は自殺であると鑑定している。1940年8月15日。 現在のバーデン・ビュルテンベルク州オストアルプ郡、バルトロメで7人兄弟の4番目の子として生まれている。その後、家族はフライブルク近郊のトットリン原ン市に移り、彼女はその地で育った。彼女の父、ヘルムート・エンスリン・はルター派教会の牧師であった。父は、スイスの神学者、カール・バルトの影響を受けた牧師であり、ビュルテンベルク地域で、 支配的であった保守的な経験主義とは疎通であった。彼女が逮捕された1972年、ヘルムートは、シュトゥットガルト南部、バートカンシュタットにあるルター派教会の牧師であった。左翼過激派テロリストの父親が、教会の牧師であったため、ドイツ社会から注目を集めた。クドルーン・エンスリンは、学校生徒時代、アメリカ合衆国に1年間交換留学している。 1960年に中東教育修了資格であるアビトゥーアを取得。1960年から1963年まで中便元大学で英語英文学、ドイツ文学、教育学を専攻する。その後、シュベービッシュグミュント教育大学に転学し、1964年国民学校教師の国家試験に合格する。その後、当時の西ベルリンに行き、 ベルリン自由大学にて、ドイツ文学を学んだ。彼女は、ドイツの作家で、オルガン製作者でもあったハンス・ヘニー・ヤーンに関する、博士論文を作成するために、ドイツ民族研究財団からの博士、論文関係奨学金を受ける。1963年、大学の友人たち、さらに作家ベルンバルト・フェスパーと共に、小さな出版社を立ち上げた。社名は、 スチューディオノイエリテラトゥーアであった。そこでは、原子爆弾に反対する、ドイツゴシアンソロジー、死に逆らって、とスペイン人、ジェラルド・ディエゴの詩集が出版されている。1965年、二人は、一緒に、ドイツ連邦議会選挙の期間中、ドイツ社会民主党のビリー・ブラントを応援する、ドイツ作家集団のベルリン事務所で働いた。一方で二人は、フェスパーの、 父親ビル、1962年死去の残した著作群の出版を試みたが、失敗に終わっている。ビルはナチスの熱心な支持者であり、ナチスドイツの文書の際には、中心的な役割を演じた人物であり、戦後もナチスの支持者であり続けた人物だったが、グドルンとベルンバルトラとも政治的な観点が一致していたからである。1965年、 妹のヨハンナが、マルクス主義者の詩人であり、ルディドチケも加わっている、震災翼系の前衛アートグループ、シチュアシオニストインターナショナルに属し、カール・シュミットの研究者であるユンター・マシュケと結婚、グドルンも、ベルンバルトと婚約する。1966年、反ベトナム戦争、反西側を主張する、サッシザ・ボルテア・フラグスクリフトンを、ベルンバルトらと出版。 1967年5月、ベルンバルトとの間に息子を設ける。息子の名付け親は、ルディドチケだった。しかし、息子の誕生の前後にすでに、ベルンバルトとの関係は冷え切っていた。1967年6月2日、西ベルリンでのイラン皇帝、モハンマドレザーパフラビーに抗議する、社会主義ドイツ学生連盟などが取材したデモに参加。 警官によるベンのオーネゾルクの殺害に遭遇する。その夜、SDS の大会で、激しい抗議演説を行う。この年の夏、アンドレアス・バーダーと出会い、恋に落ちたクドルンは、翌年の1968年2月、ベルンバルトと息子を捨て、バーダーと共に出奔する。また、この頃、前衛映画ダスアバンメントに出演している。百六十八年四月二日、 バーダー、他の二人と共に、フランクフルトの二つの高級デパートを放火。死者は出なかったが、出入りしていた西ベルリンのヒッピーコミューン、コムーネ1のパンフレットに書かれていた、資本主義とブルジョワジーの生活スタイルの象徴である、デパートを、客もろとも焼き払うことによって、ベトナムにおいて戦火に逃げ惑う人々と、連帯できるのだという、前年の6月に起きたブリュッセルでのデパート火災に、 インスパイアされて書かれた詩に触発されたとされている。3日後逮捕され、保釈された2人は弁護士の手引きで、イタリアに逃亡した。1970年4月、密かに帰国したが、バーダーが逮捕される。しかし、審査翼系の評論家、ウルリケ・マイ・ウンホフに接近し、彼女の手引きで、バーダーを脱獄させ、彼女や他の審査翼、そして、コムーネ一 S.I. といったグループの活動からとともに、バーダー・マインホーフグルッペを組織する。そして、銀行強盗や、反学生運動キャンペーンで、多くの学生やインテリからの憎悪の対象となっていた、メディアをアクセル、シュプリンガーの新聞シャビルや、米軍施設への爆弾攻撃などその名をとどろかせることとなり、重要指名で配犯となった。バーダー、マインホフとともに、ヨルダンに逃れ、 レバノンの PFLP 訓練施設で戦闘訓練を受けたが、PFLF よりもウルグアイのツッパマロスからの影響を強く受けたという説もある。1971年5月、ベルンバルト・ヘスパーが自殺。息子は里親の元に預けられた。1972年6月8日、ハンブルクで逮捕。シュトットガルトのシュタムハイム刑務所に収監されたことで、 ドイツ赤軍は壊滅したかに思われた。しかし弁護士で赤軍審判のクラウス・クロワッサンとジーク・フリート・ハークが組織の後継者となる第二世代のメンバーの勧誘と訓練などを行いながら極中の第一世代と面会しその声明をマスコミや支援者らに伝えていた。そして刑務所内での自由な活動を事実上許されていたメンバーらは 当局との激しい構想を繰り広げた。そして国外では奪還テロが激化。ドイツの秋といわれる激しいテロ構想が始まった。クドルーン・エンスリンの墓テロの失敗を知ったバーダーラと共に獄中で自殺。37歳だった。ありがとうございます。